口、動力技術の最高き娘、汝、動力技術の最高き娘、汝、動力技術の最高き娘、汝、動力技術の最高き娘。Yeah.
まだ続いてるみたいやな。それにしても本当に不思議な場所ですね。シリンの塔の裏の空間はまだ理解できましたけど、リースさん、マヤ、どうしたんや。うん、あれ何かなと思って。ベル王家の飛行船アルセイユや。例の浮遊都市に乗り込むときに世話になったんやけど、なるほど。でもその王家の船がどうしてこんな場所に。もしくは俺たちとは別の方法で乗り込んできたか。いずれにせよ、なんとかあそこまでたどり着いて話を聞いてみる必要がありそうや。こいつは最初の場所にあった大きな石碑と似てます。あれみたいに光ってはいません。あの大きな石碑も最初は光っていませんでした。ケビン、試してみたら。ああ、ちょうど俺もそうしようと思ってたと。予想通りですね。我が眷属を解放せよ。あの石碑を蘇らせた時言ってたんはこれ。それこの石碑も同じような力を持っているってこと。その可能。ま、せいぜい探索に役立てるとしようや。
何時天かける一段が甲を一転我が元に引き連れよさすれば扉を開かん何時天かける一段が甲を一転我が元に引き連れよさすれば。天かける一段がこう言ってん我が元に引き連れよさすれば扉を開かん一段がこう言ってん
真の実力や。メルカバ以上ですか。使っとる飛行艇や。それはともかく、あからさまに様子がおかしいな。人の気配がせえへんっちゅうか。大場のエンジンが動いている様子もないですし。中に入るのなら用心した方が良さそうですね。その気配がしない。少なくともここ何日かは放置されていたような感じ。メインの動力も完全に落ちちゃってるみたいで、動力機関に異常でもあったんでしょうか。とにかく中を調べてみよう。何か手がかりがあるかもしれん。
ここは工房？あ、整備クルーの方々が作業をする場所ですけど。人っ子一人おらへんな。たく、一体どこに行ったんや。ここは確か機関室やったな。あ、はい、アルセイユの主機関である新型エンジン XG-02 が8機格納されてるんですけど。私ちょっと様子を見てきます。ダメです、全然動いてくれません。どうして動かな、何分常識外れの法則が働いているような場所です。機械の類が動かなくなっても不思議ではないでしょう。予備動力のラインを確保することはできました。そこにある端末が使えるようになったと思います。そっか、助かるわ。よし、早速調べてみようか。またあったか。うわー、きれい。それって何なんですか？封印石。ティータさんが閉じ込められていた石とほぼ同じものですね。そうだったんですか。私こんな綺麗な石の中にいたんだ。
さてと、これにもルールがあるなら、やるべきことは一つや。一旦拠点に戻って。その可能性は高いかと。ひょっとしたらもう一人ティータさんが出てくるかもしれませんが。こらこら、ほんまにそんなことになったらどないすんねん。平気、私が引き取らせてもらう。軍服？あれってやっぱりな。アルセイユにあった時点で予想はしてたけど。エコ、一体何が起こった？え？とりあえずユリアさん、お久しぶりですわ。ケビン神父、それ再会の挨拶をする前に一つ聞かせてほしい。これは夢か、それとも幻なんだろうか。なるほど、にわかには信じがたい話だが受け入れるしかないようだな。話が早くて助かりますわ。それでユリアさんの方は何があったのか覚えてます？やっぱり昨日の夜、白い光に巻き込まれたんですか？昨夜というか、つい先ほどの出来事のように感じられるんだが、飛行演習が終わってちょうどレイストン要塞に帰還している最中でね。ブリッジの座席に座っていたら、いきなり辺りが白くなって、どうやらそこで記憶は途切れているみたいだな。なるほど、大体事情は分かりましたわ。やはり我々の場合とほぼ同じ時間帯ですね。他のクルーがどうなったかご存知ではありませんか？いや、巻き込まれたのが私だけならまだ安心できるんだが。アルセイユがあるっていうことは他のクルーの人たちもいる、そういうことなんでしょうか？現時点では何とも言えるな。少なくとも艦内には誰もいなかったのは確かや。ユリアさんの封印石以外はな。ケビン神父、それからシスターリース、君たちはすでにこの場所の探索を始めているそうだな。ねえ、まだ探索を始めてあまり経ってはいませんが。ならば私もぜひ協力させてほしい。部下たちの安否も気になるし、アルセイユが動かない理由も確かめる必要。そのためには君たちに協力させてもらうのが一番の近道のようだ。正直
願ってもない話ですわ。王国軍の若手随一の剣技、当てにさせてもらいますぜ。私の剣技などまだまださ。シスターリス、それからティータ君、若輩の身ではあるが、どうかよろしく頼むよ。こちらこそ。よろしくお願いします。天かける一段がこう言ってる。何時天かける一段がこう言ってる。我が元に引き連れよ。さすれば扉を開く。一段がこう言って我が元に引き連れ。
そこや。無駄です。何時
動力技術の最高き娘た何時動力技術の最高き娘どうします、ユリアさん。念のためご自分の目で館内を確認してみますか。ああ、できればそうさせてほしい。申し訳ない、余計な手間を取らせてしまった。ユリアさん。いやいや、気にせんといてください。ユリアさんの立場なら確認しておくのも当然ですし。何とかしてこの事態を打開する手がかりを探しましょう。そうすれば部下の方たちの安否も確認できるかと思います。そうだな、ありがとう。それでは先に進むとしようか。Thank you.
難事、天かける一団が紅一点。Thank you.
しようか。
魂よ、どうか安らかに。もうしまいにしようか。気づいたか。私は何も感じないわ。いや、教会の人間ではないとこの匂いは分からへんですよ。復讐、いや黄泉の匂いというべきか。それがこの先からかすかに漂ってきてるんですわ。先ほどから徘徊している骸骨とは比べ物にならない。相当厄介な存在みたいです。どうやら覚悟を決めて先に進む必要がありそうだな。来る。予想通りや。まさか本物の悪魔と対面できる日が来るとはな。
上等や。女神のしもべの力、思い知らされ。
慈悲を。不甲斐ない。Thank you.
そうだ。あれが本物の悪魔。怖かった。あんな魔物がこの世に存在するのか。一体どういう場所だと言うんだ。先が思いやられるな。あの時の君たちが光に包まれた時に現れたという異形の男か。何者だ。名乗るがいい。名乗れと言うならまずは自分から名乗るのが礼儀というものではないか。王室親衛隊大隊長ユリア・シバルス隊。どうやら俺たちのことをこそこそ調べとるみたいやな。目的は何や。今の悪魔はあんたの仕業か。この事態を招いたんはお前の仕業っちゅうんか。吠えるなケビン・グラハム。お前たちの苦難はまさに始まったばかり。今あえて絶望に囚われる必要がどこにある。何？うっ、ディス無茶すんな。七曜教会の封建か。なかなかの鋭さだが姉に比べるとまだまだ未熟よ。どうして。セクナ、このファンタズマにおける絶望の宴は始まったばかり。あがいてもがいてのたうち回ってもらわなければ我が王も喜ばれるまい。逃げる気か。挨拶代わりに一つだけ教えておこう。我が名は黒騎士。偉大なる王に仕えるファンタズマの守護者なり。それではさらばだ。消えちゃった。何者かはわからないが一つはっきりしたことがある。どうやら我々には明白な敵がいるということだ。ええ、それもどうやらとびっきり厄介な敵みたいや。you